あったあった安江のだうわあったよこんなところにエルゼトラッシュはいどうも日立のシブです。みんなお待たせ。はい今日はですね見てください、まあ、前川来てんすけど前川といえば、ね、なくなっちゃったんですけどご覧の通りこう開通したんですね。あそこに鉄のグネグネみたいな水いけませんみたいなのあったんですけどなくなったんです。で水全開通してお魚さんはいるのかなっていうことで調査に来たんですけど、まあ、夕まずめっちゅうことで、でまあねこういうのだったり、まあ、テキサス流だったりそういうので調査をしてみたいと思います。ということで今日は日立の調査隊スタート。変わり目、季節の変わり目、土管の変わり目、うーす、うー、いやーまだ2匹っすね。まだ2匹もない。もう勘弁しなさいよ。もうたった2匹しか動かなきゃいけない。まったり谷へ。いやでもね、なんだっけあそこ前からとりあえず様子見たいっすよね。とにもかくにも、うん、あそこっすよ、あの鉄パイプ入ってたとこ、鉄パイルか、うん、そうそうそう、そこしかないだろう、もう詐欺つってたら殺すんで釣れたわ。え？言ったでしょ、すぐ釣れるって。え？5分くらいか。マジで？うん。出て釣ったんすかそれ。手前？カバーに入れて？クイ。クイ？クイに落として、うん、ドンドンってやると。ええー？やり？さらっと釣ったね。じゃあ仕事に戻るんで。ああ、すみません、お疲れ様でした。ちょっともう一回再現するんですね。すみません、仕事があるんで。あ、いや、再現するっすね。クイに向かって。ちょっとね、うん、バンクから離れたクイがいます。バンクから離れたクイ。要は卵を産もうとして、うん、そのシャローの硬いところを探して、うん、今泳いでるけど、うん、まだ産卵行動には釣ってない状態だから。うん、その手前の杭とかで、うん、こうついてたりする。ほう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 。で要はそういうとこだけ狙ってった方が本当早いね。ああの歩いて釣るにしても車で移動するにしても、はいはい、でやると今みたいに結構な速さです。結構な速さどころじゃないですよ。じゃあすいません仕事に戻るんで。いやいや再現するんで今から。そんなに強く、うん、ピシピシって。こんなに？多分これ粘らないですよね。そんな感じだと。そう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 。だからさっきポコポコポコ歩いてった。ブンブン投げながら。ああ。なるほどね。でバフと。ドゥンドゥンって言っていつもだいたいフックングシュ。ああバレた。おお。なるほど。これ春の釣り方なんだ。うんの一つだね。でもあんまりその参考にできないのが一週間ずつぐらいで結構その。行動が変わってっちゃうんですよ、うん、結局ちょっと前まではほら流入でバスいっぱい見えたとかあったじゃないですか、うん、あれはそのプリのメスが上がってフラフラしてるんで、うん、あとザリガニが多分出始めてるからね。この間ほら一緒に見に行ったらいっぱいいたじゃん。ああ確かに確かに。だからちょうどいいでしょ。だからビーバーのアメザリでしょ。俺もそろそろドライブクロスか。ちょうこういうことでしょ。それだいぶ違うけどね。バンク沿いで釣ってるわけではないんだけれど。でもこれでもいるはずだよ。そうそうそう。その手前のその要は杭みたいな、杭っていうか枝とかを狙ってる、うんうん、こんな激しくて食うんだ。いいね。わけわかんないね。テキサスとかだと結構これフリーリグだけど、テキサスだと結構落としてゴーンってなっちゃう時もあるかもしれない。
案外軽いと釣れなかったもんね。 5.3 あ、いいね。これも 5g、 5g フリーリグだね。あんま軽いとなんかね、変な感じする。でもやっぱりバス戻ってきてるね。うん、でさっきの人も釣れたって。あ、来た。え、違うんじゃない。いや、今のでしょ。今の今の来なきゃさ。安定の取れてる。うん、これだ。ゴン。それ食いそうだね、さすがに。ゴン。いいや、いい加減にしてくださいよ。いい加減にしてくださいよ。このキャストできるのなかなかいないよ。ここら編集編じゃ、ここら編集編じゃ、プロか俺ぐらいかだよ。俺か俺以外か、俺か俺以外か、ローランとか。知ってるね。うん、いやー、ちくしょ、ちょっと離れた木でしょ。離れた縦ストだね。離れてもまだ多分取れると思うね。あ、そういうこと、そういうこと。でもそういうことだよ、本当に。そういうことか。いやー、でも前川戻ってきたな、魚。あ、そうなんだ。魚戻ってきた。もののけ姫、なんとかたちが戻ってきたぞ。少女たちが。3月の26日なんですけど、意外とね、暑いっていうか紫外線がすごい。なんでそういう時はこちら、ビオレ UV、 こちらをね、今年はねちょっとね、まあ、シミさんも美肌でいきたいなと思ってるわけですよ。うん、とんでもね髪型だこれ。なんでちょっとね、今年はガンガン日焼け止めを使っていこうかなと思っております。今年は美肌になるぜ、シミ様よ。リアルにね、俺釣りずっとやってて分かったんですけど、日焼けって結構やばいってことが分かって、ほんとね、黒くてかっこいいとかね、肌が黒くてかっこいいとか思うかもしれないけど、後々ね、やばいことになるから。もう実際3月でもうこんなに日焼けしちゃってるから、実際本当にやばいから、あのね、日焼け対策はした方がいい。ちょっと髪の毛にも塗っとくか、これワックス。変な人に邪魔されたかな。だから困っちゃうな、あれスーパーアンチだろ本当に。さあ気を取り直してもう一回流していこうか。一回流していこう。今日はマジ釣れんだろこれ。出たよ。出た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 。スーパーアンチ北ダーマンが出たよ。もうそろそろもう一匹釣れそうな感じだったから先回りしよう。いやいやいや。もういいでしょ。まだ釣ってんだから。いやいや、もう日立の調査隊ですか今日は。ああそうです。今日は日立の調査隊。ああまたじゃちょっと5分くらいで一本釣ってくるな。本当アンチだよな。仕事終わって次の仕事までまた30分で。ああ。30分したらもう終わっちゃいますよ。終わっちゃう。ユーマーズも終わっちゃう。ユーマーズも終わっちゃう。日立の調査隊が誰かに邪魔されちゃったから。そうなんすか。そうなんすよ。あれ絶対俺の魚だったのに、なんか誰かがスタスタ持ってくるから。ああ、なるほどね。うん。やっぱアンチとしては欠かせない活動です。欠かせない活動。先回りして魚を釣る。そうそうそう。これ以上のアンチはいない。ちょっかい出してくれるよりよっぽど立ち悪いです、ね、よっぽど立ち悪い。本当に一番価値がある魚を持っていっちゃう。本当ですよ。本物のアンチは一番そばでこういう行動する。本物のアンチはこんなとこにいたか。そういうことです。遠いところじゃなくて一番身近なところにいます。最近なアンチっていう人たちが増えてきてるからな。アンチカズヘイといい。そう、マジ？え？今のいい当たりだったね。マジで？
冗談でしょ。くそアンチ活動失敗。あ、でもまああれ食わねえからアンチ成功だわ。え、まあまあその辺だったよね。そんな真ん中で食う？あのね、ちょうどあの張り出しのちょいぐらい。ああ、いや俺投げたけどな。投げたけどね、あのパイルがなくなっただけでそんなに釣れるようになるって感じなんだけど。いや、もともとさ、水全くなくなってたじゃないですか。うん、あのもうちょっとしばらく無理かなとか思ってたけど、うん、全然なんか普通に釣れる。普通に釣れるところじゃない、5分で釣れるっておかしいだろ。5分で釣れるし、またバイってあったし、さっきの人も釣ってたし。本当だよ、おかしい。40釣れました。40釣れました。釣れてねえな、俺だけだよ。いいんだよ、最近釣りすぎてんだよ。俺だけ釣れないのおかしいだろ。ちょっと静かに、静かにそれ。アンチ活動に精が出ないですから。まあ、今日はなんかボコボコに負けている気がする。朝もやられたし。朝もやられたし。朝もなんか爽やか青少年にやられたし、困ったもんだ本当に。しょうがないっす。ただ俺は巻き返せる。ユーマズメパワーだったら負けない。負けない。それが YouTuber。 最近 YouTuber やってるもんね。 YouTuber やってる。最近なんかちゃんと YouTuber になってる俺。 YouTuber っぽいこと起きてる。そうそうそう、奇跡を起こす。まあ今回は先行取らせてもらってるから、さすがに俺が釣れるだろう。これで裏で まくられたら、うわ出た出たよ。やべ、今日すべてが乗ってんな。まさか北川マン今日2匹目行くか。行っちゃうのか。10分で2本。スーパーアンチだね。スーパーアンチだよ。しかも今度は俺の後ろからまくってくからね。先回りじゃない。うん、もう完全に俺の心を折りに来てる。さっき惜しかったもん。あ、危ねえマジで。え、やばい、嫌な予感する。うーわ、あ、来た来た。あった来た。安エロだ。うわーった、こんなところにいるぜ。トラッシャー。うわーうわーわーうわーうわー。ほらだって言ってた通りだよ。うわー、こんなところに来る。これ最高の。いや、よだれ出た。よだれ出て。最高の土産話できたこれ。これやばいね。やばいね。絶対せーのじゃん。やばいよ。あんな裏にいやがった。ちょっととりあえず車も落としちゃおうか。面白い。すごい奇跡起きた、ね、すごい奇跡。やっぱ俺 YouTuber だな。くっついてんのかと思ったルアーが。いや、なんか俺もやべえの引っ掛けたと思って、うん、じゃあなんかジャラジャラジャラ、あれこの音。それだ。あっ、それだ。やっぱ俺 YouTuber だな。 YouTuber だ。持ってんな俺。今日はそういう日か。おもろ、すげえオチができた。はい、というわけで延長戦もちょっとやってみたんですけど、まあ日立の調査としては水抜かれたこの川もね、まあ、開通したら魚も入ってたみたいな、うん、なんで、まあ、魚は入ってたんでね、まさかねこんなすぐに帰ってくるとは思わなかったんですけどもね、まあ事実魚いたんでね、まあ、日立の調査としては良かったんじゃないでしょうか。ただね、ちょっとね、まあ、いろいろフロックとかね、いろいろやってみたんですけど、ちょっと延長戦もしながら、なんか今日は釣れなかった。朝から夕方までちゃんとねやったのは久々だったんですけど、いやー、カンデコも久々っすね、うん、ちょっとね悔しくて延長戦したんすけども、ちょっと釣れなかった。今日はなんか何だったんだろうな。まあまあそういう時もあるんでしょう、きっと。めっちゃ悔しいけど、まあ日立の調査としては、まあ、無事大成功というわけではないでしょうか。魚を戻ってきたんで、まあ前と変わらず楽しめるのかなと思います。ということで今回は日立の調査でした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。くーんです。
で釣れなかったんだろうな、ほんとわかんねえ。ああ、何だったんだろう。謎は深まるばかりや。